はい、ヤスオです。ウォーフレームやっていきます。今日はね、公式生放送110回目で紹介されていた内容について話していこうかなと思います。でね、今回も動画の素材をね、いくつかもらえたので、それをうまいこと使ってね、紹介していこうかなと思います。さあ、まず一つ目はですね、サクリファイスについての情報になります。で、サクリファイスっていうのはですね、まあ新しい大型のクエストだと思ってください。内なる紛争2番目の夢みたいな感じで、結構大掛かりなミッションですね。で、先日のアップデートでね、またその前日探的な感じのクエストだとかも追加されているので、結構期待大なんですけれども、これ今開発段階の画像なんですけれども、キーアートとかももらえたんですよね。こちらなんですけれども、これはまあまあ天の根前あたりには出したい、いや違うか、天の根で出したいのかなと思います。なんで天の根で7月7日あたりの情報がまたね、期待大かなと思います。なんかうまく説明できなかったな今。さあ次の内容なんですが、イクイノックスの新しいヘルメットについてですね。これはね、もっと昔からね、開発されていたんですけれども、ファイルがね、壊れてたっぽいんですよね。で、先日なんかバックアップが成功して、で、なんかね、今年中には実装したいよっていう話なんですよね。で、このようにね、結構かっこいいヘルメットなんでね、早く来てほしいかなと思います。さあ次の内容なんですけれども、ナルスクランバスが弱体化ですね。これはね、本当によくやった D。俺は嬉しいぞ。アンビュラス戦の時に散々痛めつけられたからな、俺は。ひでえ目にあったからな。長距離射撃のアングスタムに、さらに、無効フィールドでしょ。これはえげつない敵なんですけれども、やっとね、弱くなりました。このようにウルバリンのポーズをしてね、なんつうのかな、まあ、無効化フィールドを展開するみたいな感じになりましたね。これは本当に嬉しい。あとはアングスタムが弱くなれば完璧。追尾性能なくしてくれ。はい、次がね、一部武器の見た目が大幅に変わります。セラミックダガー、そしてカラク、グラム、クローネン、この武器の4つがね、大幅に見た目がチェンジされます。で、セラミックダガーなんですけれども、これはね、一部武器とね、本当に変わってなかったんですよね、見た目が。なんでね、これはいいアップデートなのかなと思います。で、カラク、グラム、クローネについてはですね、まあ、金属パーツが追加されるのかな。ちょっと見ていこうかなと思います。まずはじゃあカラクから見ていこうか。はい、今のカラクがね、こんな感じで先端の部分の白いところかな、ここに大幅に金属パーツが使われるのかなと思います。さあ次グラムだね。先端の部分に金属パーツが使われるようになるのかな。あと持ち手の部分の丸っこいところ、くるくる回るところだね、ここにも金属パーツなのかな。でクローネンなんですけれども、まあこれはね、刃の部分に金属パーツが使われると、まあこのことから分かるように、ん、昔の武器をね、どんどん見た目をね、改良してって、またね、面白い感じになってくれると嬉しいかな。さあ次 UI のリマスターだね。まあこのように今開発段階のところをお見せしてる感じなんですけれども、まあこのね、 UI のリマスターについては、天の根前ぐらいには出したいみたいですね、 D 的に。なんでね、ちょっと楽しみかな。7月7日前ぐらいにアップロードじゃなくてアップデート入るのかなと思います。まあそうだね、選ぶときになんつうのかな、エクスカリバーだったりバンシーだったりだとか、なんか右に出るじゃん、この右に出てから下がるところ細かく作られてるね、すごいね。さあ次、お遊びモッドの新しいやつですね。まあ効果は無効と同じなんですけれども、撃った場所をね、なんかでっかくするっていうね、単なるお遊びモッドなんですけれども、まあこのようにね、第2弾が追加されて、今だったら花を咲かせるだけなんですけれども、せっかくだからさ、武器にもう1枠欲しいよね。うん、これ専用に追加してほしいかなと思います。こんだけ面白い要素があるのでね。はい。まあコスト使ってもいいから、うん、追加してほしいかなと思います。もったいない、これはせっかく。はい、最後なんですけれども、金星のオープンワールドの街中を歩いてる映像ですね。まあこんな感じでね、結構出来はすごいとは思うんですけれども、水のなんつーのテクスチャーがなんかさ、スライムっぽいな、なんか。なんかスライムの中を歩いてる感がするな。冷却剤だから一応スライムなのかな。完璧な水っていうわけではないのかな。そんな感じでこんな風にできているのかわからないんですけれども、まあ敵かなんかよくわかんないけれども、こいつがね、なんか歩いてる映像ですね。なんかトロトロしてんな。やっぱこれ水じゃないのかね、この冷却剤って。ヌメヌメしてるんだな、きっと。ローションみたいなもんか。はい、以上やそうでした。またね、バイバイ。